鈴木ウルフ250のご紹介です。はい、ヘッドライト非常に綺麗ですね。フェンダーに関してはこっちは傷あります。タイヤこっちは溝はありますので交換する必要はありません。ハンドルの周りも特に変わった部品はありません。はい、タンクですね、こちら傷ありますね。エンジン周りは非常に綺麗ですね。はい、シート破れ等はありませんね。はい、こちらリアのタイヤ、こちらも特に交換する必要なさそうですが、ちょっと劣化してひびが入ってますね。はい、チャンバーはノーマルのチャンバーで、こちら傷あります。あとこちらにもタンク傷ありますね。お探しの方は早めにご連絡ください。